7章ど、ん？入雲村？どこ？どこや？警察署。今日こそ熊田警部に会えるといいんだけど。あれはお姉さんでは？あ、あの府警さんだ。僕に気づいて向こうから来てくれるみたいだ。やったな。今のうちにくら替えしとくか、あゆみちゃんから。上原刑事に自慢しようか。え、でも彼氏とかいるんだろうな。こんにちは。今日も来たのね。意外と悪い男なんだろうな、彼氏。こんにちは。大丈夫かな。彼氏になんか浮気とかされてないですか。大丈夫ですか、お姉さん。聞く。鎌田警部よね。今日はいらっしゃいますよ。ああ、よかったよかった。ぜひお会いしたいです。奥の部屋へどうぞ。よろしくお願いします。ありがとうございます。呼び出してくれる？あ、いや、鎌田警部。あら、なんかどうした？疲れてる？ちょっと。こんにちは、鎌田警部。あまり明るい空気ではないね。どうしたの？例の男の話を聞きに来てくれたんじゃな。例の男の話？わざわざご苦労さん。例の男の話？ええ、そうです。怪我をしたまま消息不明になったとみられる男の話を伺いに来ました。うんうん、はいはい、行方不明になってるもう一人の男ね。聞く。ではその男について聞かせてください。名前とかも知らないもんね。鈴木みのる。その男の名前じゃ。鈴木みのる。まあ知らないね。完全に知らない人だな。鈴木みのる。存じ上げない方だ。18年前、橋爪彩香が殺された日から消息不明になっておる。うん。当時の年齢は25歳。あ、生きていれば今は43歳じゃな。なんか年齢的にもあのマスクサングラスの男っぽい気がするけどね。事件の鍵を握る重要な人物ではないかと考え、わしらも懸命に行方を追ったんじゃが、結局見つからんかった。うん。声も出したってことはあの犯人っぽいやつ、さすがに今出会ってる人たちの中にはいないと思うんだよな。聞く。都築のこと。そうだったんですね。他にはどんな情報が？うん、他にはない。ないない。わしが持っとる都築の情報は18年前のものじゃ。当時のわしらはそれを手がかりとして。え、なんか指名手配とかしようよ。わしらなりのセオリーに基づいて捜査をしたんじゃ。しかし鈴木の足取りはつかめなんだ。はあ。今となっては署内では鈴木はもうとっくに亡くなっとると考える向きが多くての。なんだ、久世誠とエンカウントして久世誠が何かしたのか。今回の捜査対象として鈴木は重要視されとらん。本当？じゃから君には書にはない新たな視点から鈴木について調べてほしいんじゃよ。なるほどね。そういうことなんですね。鎌田さん自ら依頼をすると。高いよ。3000万円いただきます。気づいたこと。君なら過去にわしらが見落とした何かに気づけるかもしれん。どうしたのどうしたの。ね、字かなんか、うんこ我慢してる？もしかしてそういうところに期待しとるんじゃ。なんか様子おかしいもん、今日来た時から。なんだなんだ、刺されたか。どうしたんですか、大丈夫ですか。何、なんでもない。気にするな。いや、気になるじゃん、そんなの。気にするなって言われても無茶を言うな。そんなグッとか。君も知っとると思うが、警察の情報を外部の人間に教えるのは原則として認められとらん。こっちは頼ってくるくせに。わしから言えるのはここまでじゃ。いけず。あ、君に話せる情報は他にはない。困ったわね。考えるか。やっぱりそうだよな。そうなると、それで君違う視点で探してほしいとか言われてもさ。警察が連続少女殺人事件は無差別殺人の可能性があると考えたかどうかも
教えてくれないだろうな。なにブツブツ言っとるんじゃ。あ、はい、連続少女殺人事件で、いかにも異常者による無差別殺人事件っぽいので、警察もそう思ってたんじゃないかな。できれば知りたいなぁなんて考えてました。考えてました。教えていただけないかな、鎌田警部。もちろんそれも教えられ。そこをなんとか、あゆみちゃん連れてこようか。やっぱり脱がせましょうか、うちのあゆみを。聞く。何度も言うが、捜査に関する情報を部外者に話すわけにはいかんのじゃよ。あ、何にもないの？何一つ？とはいえ手がかりなしというわけにはいかん。そうですよ。だってこれを渡しておこう。なんぞ？似顔絵ですか？ああ、なんとも言えない味のある似顔絵だな。その通り、うちの似顔絵捜査官に書いてもらったものじゃ。これは28年前の人だよね。28年前の続きの顔ってことだよね。もしやこれは少年時代の続きの写真を元にして書いた。あ、43歳になった現在の予想図じゃ。ああ、なるほど。プロが書いたもんじゃから大きく外してることはないじゃろう。あ、プロ、似顔絵のプロ。あのなんだっけ、なんて言うんだっけ、ああいうのめちゃくちゃ誇張する似顔絵じゃなくてよかったね。あ、なんか今光ってたな。撮る、似顔絵。ありがとうございます、お借りします。どうしたの、何漏れる？いいよ、トイレ行ってきな、待っとくから。ここで出すよりはいいでしょ。さっき言った事情もあって続きに関する情報はほとんど君には教えられん。ケチ。調査を依頼しておいて申し訳ない。本当だよ、肉ぐらい食わせろよ。肉食いに行こうぜ。ゼロから続きを洗い直すことで今まで見えてこなんだ事件の真実が見えてくる。大丈夫か本当に。わしはそこに期待しとるんじゃよ。もはや心配になってきたわ。そうか、鎌田警部自身は続きが生きていて今回の事件に関わりがあると考えてるんだ。まあ警察の見解はそうだけど俺は違うよってことか。でも表立って続きに関する捜査をするのが難しいから。はい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 。だから僕に調査を依頼したわけだ。それはオッケーなの？よし、僕もそのつもりで調査を進めるぞ。それは外部情報を流すとかのそういうそっち系の話には抵触しないの？いいんだ。あ、見せるってあるな、似顔絵。うん、今わしが渡した鈴木実の似顔絵じゃな。うん。で気になるんだけど、そのな、何を言ってんの？ゼロから続きを洗い直すことで、それに期待しとるよ。な、あの便秘か？なんだなんだ。見るあたり。会議室にいるのが。ああ。見る。何？お尻がなんかなってんの？鎌田警部、たまに苦しそうに表情を歪めているけど。声に前出てるからね。聞いちゃいけなそうな雰囲気だ。ん？とか、あ？とか言ってるよ。あ、じゃあこれはもう何、触れずに行けってことか。移動するコマンド出てるもんね。鎌田警部、え、お忙しいところありがとうございました。いただいた似顔絵をもとに調査を進めようと思います。んとか、あんとか言ってんのに触れない方が失礼じゃない、もはや。ん、当てはあるんか？え、甲府駅に行くつもりです。ポンプ場に行くつもりです。いや、ポンプ場行ってもしゃあないよね。図書館に行ってもしゃあないよね。あ、まあいい人が多いところで聞き込みというか、この人知りませんかって聞くのが一番いいんじゃないの。甲府駅に行くつもりです。連続少女殺人事件、そして佐々木英介の事件が起きた甲府市の中心街ですから。正しい判断じゃ。でしょ、うちの思いやるでしょ。では行ってきます。行ってきます。あ、頼んだぞ、わしの分まで。くっ、頑張ってくれ。ケツでも打たれたんかな。じゃなくて、そんな大したことじゃないよ多分。あ、あゆみちゃんだ。うわ、何これ、デート。あ、あゆみちゃんパートってことか。ん、怪しすぎる。あ、なんだ、ときめものデート始まったかと思った。
ん？これ先生じゃないか。ちょっと待ってください。福山じゃない？あ、でも福山にしてはタッパが小さかったか。え、でもあんなんじゃなかったと思うんだよな、犯人像の時は。あのサングラスマスクの時、初めて出てきた時はもっと老けてたと思うんだよな。若かったよね多分今の。滝口くんかな。さっきの人どこ行っちゃったんだろう。あゆみちゃん、あゆみちゃん大丈夫か。はあ、やっぱ福山か。タッパでかいもんね。いや福山だと思うわ今のサイズ感的に。大丈夫かあゆみちゃん。幸福駅前繁華街。あ、でもなんか幸福駅に着いたぞ。いいね。連続少女殺人事件が起きた。いい街っすね。幸福市の中心地だ。駅前だからか人の通りも多い。有力な情報が簡単に得られるとは思わないけど。いや駅前といえどこんなに何でも揃ってるっていうところばっかじゃないからね。いいね。鎌田警部から借りた唯一の手がかりである鈴木みのるの似顔絵を使って聞き込みをしてみよう。あの気の強そうな女の人に聞いてみるか。今調査に集中だ。そんな気にならんでしょ。鎌田警部の期待に応えなきゃ。このゲームのことだし。あーと、まあ調べるかな。あたり、このあたりでは比較的大きな駅だ。誰に聞いてみる。福祉の中心だけあって駅前には飲食店などが多い。なんか神原みたいなの見ない。人もそれなりに多いな。あたり駅前には飲食店。あなるほどね。こうあたりってやるたびになんかいろいろ調べれるようになるのか。あーと、じゃあまあ一番こっちのばあさん、ばあさんがこれ腰曲がりすぎじゃない。並べられた焼き鳥を真剣な表情で見つめる。並べられてはいないけどね、字が並んでるけど。ああ何、待ちの人 D は式に時計を打ち合わせ中とか。なんか普通に一行の人たちに似顔絵見せていったりとかできないの。外回り中のサラリーマンだろうか。急ぎ足で歩いている。俺には止まって見えるけどな。こっち側とかは見れたりはしないのか。とりあえず大衆食堂を見とくか。刺しもみ食堂、結構お客さんが入ってるみたいな。何が出てくるんだろうな刺しもみ食堂。全定食大盛りで500円。安っ。魅力的だ。いやでも90年代だもんね。90年代だったらこれぐらいのことできるよね。電話番号が書いてある。せっかくだし登録しておこうと。19歳にはそれでもハードル高くない。いやでも500円定食大盛りは若い者には魅力的だよな。看板注意書きにはしたわ。そうだね、自転車進入禁止。よくないよ、平気で乗るやついるからな。あー焼き鳥屋。焼き鳥ひよこちゃん、一体どういうセンスでつけたんだろう。まあね、えぐい名前だよな。先生もあゆみちゃんも焼き鳥好きだし登録しとこ。あゆみちゃん焼き鳥好きなん、かわいいな。居酒屋。飲んでくれや。酔っ払いが多そうな。まあ、ザラにある名前でしょ。カレー屋。ライスカレー。ヘブン。僕的にはカツカレーが至高だな。カレーとか長いこと食ってねえな。歌声喫茶。歌声喫茶。漫画と小田。二人で切り盛りしている店なのか。あ、まあ漫画さんと小田さんでやってるんだろうね。携帯電話光ったけどどういうことだ。話を聞き、とりあえずもう片方の方見たいよね。あたり、聞く。誰に話を聞いて。あ、調べるか。どこ、あのばあさん、こいつ、こいつも気になるよね。あそこに。あ、そうだよね、もしかして神原刑事。神原っぽいよね。どこかに電話しているみたいだけど。神原何やってんだあいつ。常任そうな方だ。昔のことを知っているかもしれない。本格ラーメン修行の滝、気になるな。本格ラーメン修行の滝、撃たれてみたい。お前結構グルメなんだな。食い物好きなんだね。この看板は？あ、調べれないのか。あ、こっち側あんまり情報ないな。あ、スナックエミコ。スナックエミコ。ちょっと笑えない名前だよね今だと。ショウコっていうのか。あ、ショウコなんだ。エミコじゃない。今常連だったりして、そんなわけないか。
怖すぎるだろ。この時間は営業していないみたいだ。スナックってでも夕方くらいからやってるイメージだけどな。意外に閉まんの早いんじゃないのスナックって。知らんけど。聞く、呼ぶ誰。これ上原。どうしよう、上原刑事に声をかけるべきか。かけよう。声をかける。気になるし声をかけてみよう。上原刑事。まあ、電話中に呼び出して申し訳ないけどね。お、探偵くんじゃん。奇遇。私服だ、上原の。聞く、上原のこと。今日はお休みですか。非番ってやつ。いや、今日も仕事だよ。今はいろいろ聞き込み中。ああ、まあスーツ姿よりはラフな方が。いや、どっちがいいんだろうな。スーツ姿でいかにも警察っていう方が聞き込みやしやすそうだけどね。こう見えてもちゃんと仕事はしてるからね。探偵くんのその目に焼き付けといてくれよな。でもって先輩がもし俺がサボってるんじゃないかって疑ってきたその時は。その時は探偵くんに証言台に立ってもらってこう言ってほしい。そんな大事にはならねえよ。なんだよ証言台って。この方は無実です。何か飲みすぎだろ。どんな歳な。19歳苦笑いさせるんじゃないよ。あ、聞く、クゼのこと。そういえばクゼ刑事はご一緒じゃないんですか。おお、いい質問。それではここで。いや、いいからいいから、クイズはいいから。先輩クイズ。はじめ。めんどくせえ、こいつと喋ると長えんだよ。今日は先輩の姿が見えないようですが、一体何をしているのでしょうか。いや、違うところで聞き込みとかなんじゃないの。シンキングタイムスタ。ちょっと待ってください。クイズの内容が漠然としすぎていませんか。せめて二択にするかヒントくださいよ。二択はだいぶぬるいな。しょうがないな。じゃあ二択にしてあげちゃう。 A、 別行動中、後で合流する予定。 B、 実は今日は非番でお休み。 A でしょう。あの人がこのタイミングで休むとは思えない。どっちだ。いや今クゼ刑事が休むわけないでしょ。非番返上だよ。別行動中でしょ。別行動中、後で合流する予定。自信あるよ。ピンポン、ピンポン、大正解。よくわかったね。こんな今もう。上原刑事を見かけた時どこかに電話をかけていた。あ、探偵っぽいこと言ってる。電話をしてるってことはよっぽど緊急性が高いが、連携を取り合ってるかのどちらかだ。かけてる先はクゼ刑事かなってなんとなく思っただけだけど、その時の上原刑事の様子から考えるとあまり慌てている感じではなかったし、後者かなって推理してみたら合ってたみたいだ。めっちゃ自分のロジック語るやん。いやー、さすがの観察眼。参りました。そうでしょ、うちの宇津木探偵事務所の卵飯をもうやるでしょ。というわけで先輩とは二手に分かれて捜査中。後で合流するからここにはいないんだ。なるほどね。以上、先輩クイズでした。ってことは近くにはいるのか。二人は何の捜査でここに来たの。ああ、でも確かに何の捜査なんだろう。見せてみる似顔絵。ん、これは鈴木みのるの似顔絵です。鈴木みのる知ってる。ああ、鎌田警部が。おー、なんでその空気になるの。鎌田の子聞いてないか。鎌田警部ってどこか悪くされてるんですか。今日お会いしたのですが、なんだか苦しそうで。どうしたんだろうね。なんか心当たりあるやつやん、それ。あんまり言っちゃいけないやつ。なんだ、やっぱ G か。あんまり人様には言えない感じのことってもう G ぐらいしかないんじゃないの。何があったんだろうね。絶対知ってんじゃん。見るこいつの顔面よ。トゥルントゥルンでしょ。あ、違うわ。俺の顔に何かついてる。え、なんだろうな。聞くか、聞く。気づいたこと。探偵君と偶然会えるなんてなんだか運命感じちゃうよ。何言ってんだ。聞く、気づいたこと。探偵君と他いない。あー、なんだろうな、考えてみるか。上原刑事とはよく会うな。まあそうだね、会話か。じゃあ
神原、僕とこんなクイズをしてるところ久世刑事に見られたらどうするんですか？大丈夫、どうにかする、まあ、もしくは探偵君と一緒に怒られる。やめてくれよ、巻き込むな。ちょ、巻き込まないでくださいよ。聞く、久世のこと？先輩とは別行動中、うん、もしかして先輩クイズもっとやりたい？いや、大丈夫です。もう、よくばりさん。長くなるんでやめてもらっていいですか？でもごめんね、新作クイズ1問しかないんだ。なんだよ新作クイズ。思いついたら言うね。成り行きで作っただろさっきも。あーそうだな、鎌田。何が？わかんないで気づいたことも特に知って。あーなんだ、俺気づいちゃったな。なんだい？何ですか？探偵君さ、もしかして。はい、何でしょう。先輩に会いたがってる？ああ、まあちょっとね、ちょっとだけね。え？え？そんなことなかった？だって先輩のこと何度も聞いてくるってことはさ、ね。いやでもだって怖いじゃん、会いたくないじゃん。ね？じゃないですよ。なんだ違ったか。まあ探偵君にはあゆみちゃんっていう素敵な同僚がいるもんね。わかります、あの子上物でしょ。話ですか？いやあれだって二人で働いててさ、片割れあの子だったら絶対好きになるって。19歳でさ、同い年でさ。照れてる？かわいいね。わかるでしょこの気持ち。やめてください。亀原刑事、わかってくれるよね。あーん、ところで探偵君はここで何してるの？やっと本題かよ。僕は18年前の事件に関する調査をしているんです。なかなか情報が得られなくて。そっか、何か手がかりみたいなものがないときついよね。ああでも似顔絵があるよ、続きの手がかり。一応僕にはあの似顔絵があるけど。でもかんばしくない反応じゃなかった？さっきもう一回見せてみる、似顔絵。似顔絵か。他なんかない？気づいたこと。探偵君かわいいね。いやかましい。え、鎌田は？鎌田何があった？見てみるか。どこ？神原。何何？神原の体。何何？特に変わんないか。え、なんだろうな。考える。正直、似顔絵だけを頼りに調査をするのは骨が折れそうなんだよな。いやまあ正直そうだよね。二人の捜査内容が僕の調査のヒントになったりしないだろうか。三原刑事は警察の人だし、きっと民間人には親切にしてくれるはず。どういうこと？ダメかな。聞いてみよう、聞く。手がかりっていくらでも欲しいよね。大いに越したことはないよね。見る。上原。もう済んだ。探偵君どうしたの、そんな顔して。実は僕困ってることがあって。手がかりが欲しいな。どうかしたの？もしかして。はいはい、その通り。お腹痛いの？うん、鎌田じゃないんだから。違います。違います。全然ダメだった。もしや僕の表情が良くないのか。おー、ちゃんとしてくれよ。もうなんか違ったか。まあでも困りごとがあるなら何でも言ってよ、俺でよければ聞くからさ。お、何でも？何でも？何でも？何でもって言った今、うん、え、そんな食いつくところだった？今何でもって、何でもって言ったじゃん。気づいたこと。探偵くん、あれ、何でも何でも。神原、とりあえずまずは話を聞くよ。聞いてほしいんだけど。実は調査を進めるための手がかりがもう少し欲しいんです。うん、でもこんな相談は神原刑事にしかできないと思って。僕には神原刑事しか頼れる人がいないんです。あ、探偵君。そうなんだよ、あなたしかいないんだよ。どう、どう今のを聞いて心に響かない？こっそり、こっそり捜査内容を教えていただくことは。いや捜査内容横流ししてるやつなんていくらでもいるだろう。
リークしてるやついくらでもいるって。大丈夫だって、片足突っ込もうぜそっちの世界に。じゃあここだけの話にしといてほしい。おお、引きずり込めよ沼に。来たなんてね。申し訳ないけど警察のルールで何も言えないんだ。つまんねえ男ですよね。あ、でも真面目だね。でも探偵くんに頼られちゃうなんて、そこは悪い気しなかったな。あれかな、やっぱすごいのかな、厳罰というか。横流しがバレたら。でもね、なんだよ。そうだな、次あ聞いたことねえ、鎌田警部からは何か聞いてないの？何も教えてくれないんだよね、似顔絵ぐらい。僕が持っているのは鈴木の名前とこの似顔絵くらいなので、これくらいしか手がかりになるようなものがないんですが。ないんです。当時も行方を捜索されたものの結局見つからないままらしくて。らしいね。署内では鈴木実はすでに死亡していると考える人が多いという話もあるし、警察としては力を割きにくいんだろうね。だからこそ探偵くんの出番ってわけだ。期待しちゃうぞこの子の。いや期待されてもな、手がかりがないんだって。頑張ります。鎌田警部も言ってたけど、やっぱり警察は鈴木実は死亡していると考えている人が多いのか。いや間違いなく生きてるよねこの感じ。鎌田のこと。鎌田警部はああ見えて怪しいと思うところは徹底的に調べるところがあるんだ。まあこんな話を振ってくるくらいだしね。ああ見えてってだからきっと探偵くんに鈴木のことを頼んだんだろうね。ああ見えてるしょ、ガサツそうじゃんあの人。鎌田警部だけが署内で勝手な行動を取るわけにもいかないし。まあそうだろうね。警察も自由に動けるわけじゃないから正直大変なのよ。意外に制約多そうだよな警察って、話聞いてる感じ。そうなんですね。というわけで探偵くんの活躍応援してるよ。はい。逆に言ったらその制約を超えるためなら何でもしそう。まあ俺から情報をあげることはできない、ね、つまんねえ男。一杯引っ掛ける？釘を刺された。刺しもみ食堂で生一杯とか言っちゃう？聞く。あのさ、全然関係ない話なんだけど、前から気になってたことがあるんだ。何でしょうか？探偵くんはどうして探偵になろうと思ったの？成り行きも成り行きだよね。僕は両親を探すために探偵になったんです。両親とは幼い頃に離れ離れになって、二人の顔も名前も僕は知らなかったから。そうだったんだ。結局両親は僕が小さい頃に亡くなってしまっていたんですけど。おまけに記憶喪失にもなったしな。二人とも立派な人間でした。僕は父と母を誇りに思っています。かっこいい。そっか、探偵くんのご両親なんだからきっと素敵な方々だったんだろうな。えらい買ってくれるね君は。ごめん、探偵くんを軽い気持ちで聞いちゃって。いえ全く問題ないですよ。いやまあでもやっぱ基本はいいやつそうだよな上原は。探偵くんは先輩と似てるね。先輩クゼ刑事え純子ちゃん。先輩が刑事になったのもお兄さんを見つける近道だと思ったからなんだよ。うんうん。ああクゼのこと。探偵くんは先輩のお兄さんが失踪したって話はもう知っているね。うん。はい。やっぱそっか。お前だ、お兄さんについて聞かれた時にそうだろうなと思ったんだ。鋭い。実は先輩、一度だけお兄さんによく似た人を見かけたことがあるらしいよ。いや、本当か？そうなんですか？他人の空にではなく？確か先輩が高校生の頃って言ってたな。まさにこの町だったそうだよ。まあでも生きてそうだよね、クゼマコトも。声はかけなかったんですか？もちろんかけたらしいけど、相手には怪訝そうな顔をされただけだって。人違いだったんでしょうか？どうだろうね。先輩はお兄さんだって確信してるみたいだけど。いや、生きてるでしょうよ。ただ、その人はマスクをしてて、
顔ははっきり見えなかったらしい。どうにか合わせてあげたいね、どんな結末になろうとも。それでも兄弟だからわかるんだ。シンパシーみたいなのを感じるわけだ。兄弟だからシンクロニシティ。でも相手はクゼ刑事のことが誰だかはわからなかったんですよね。そこなんだよな。いや、分かってたんじゃないの。だから先輩はお兄さんが記憶喪失になってるんじゃないかって考えてるみたいだよ。ああ、記憶喪失ね。記憶喪失ね。お兄さんは記憶喪失なんじゃないかって。どうしようかな。考えるか。記憶喪失。まあ、一言じゃないよね。君も。ど、漫画かドラマみたいだって思う。なっとんよこっちは。数年前に。いえ、十分あり得ることだと思います。僕も経験があるから。うん、そっか、気が合うね。俺も同じ意見だよ。可能性がゼロでない限りあり得るもんね。そうだね。クゼ、じゃあクゼ刑事はお兄さんを見かけたことがきっかけで刑事になったんですね。うん、そういうことで。今も探し続けてるんだ。今も。あ、さすがに公私混同はまずいから、あくまで非番の日にね。先輩が住んでるのもこの近くなんだ。ああ、そうなんだ。そうだったんですか。まあでも今回の事件がそれに関わってるかもしれないんだったら、より熱は入るよね。現実的に考えればさ、単に見間違えただけって可能性の方が高いと思うんだけど、それでも先輩は自分の直感を信じて探し続けてる。うん、その姿を見てると俺も何かできないかなって思っちゃうんだ。ええやっちゃな、お前は。神原刑事。ええやつであればあるほどちょっと怖いな。裏があるんじゃねえかって思ってしまう、ひねくれ者としては。聞く、俺にも何かできればなって。ああ、考えるか。そういえば、うん、どうした。ヨシエさんにこんなことを言われたな。ヨシエさん、お母さんか。クゼ刑事のナスを持った探偵さんが二人を引き合わせてくれるような気がするわ。それに18年前の事件のことを調べるうちに誠さんの情報も手に入るかもしれない。よし、僕の方でも誠さんについて何か情報はないか探ってみることにします。うん。探偵君、俺が言うのはなんか変かもしれないけどさ、そのありがとね、先輩のために。いいってことよ。いえ、まあクゼ刑事のためでもないしな。あ、でも先輩には探偵君がお兄さんのことを調べてるってことは内緒にしとこ。おお、ツンデレ発揮しそうだもんな。ほら、先輩って素直じゃないから、バレたらお説教されちゃうかも。あなたにそんなこと頼んだ応援なんてないんだからねとか言われそうだもんね。わかりました。言っていいことは一つもねえや。探偵君、携帯電話持ってるでしょ。ああ、はい。俺も支給されたの持ってるんだよね。連絡先交換しようよ。情報流してくれるならいいよ。あ、はい、いいですよ。ありがとう。高くつくぞ俺の番号は。何かわかったら、いや、わからなくてもいつでも気軽にかけてきていいから。いや、そんな友達か。はい、わしら友達か。携帯電話、今は目の前にいるんだから直接話してよ。あ、話すでいいってこと。聞くってこと。いつでもかけてきてよ。あ、はい。どうすればいいんだ。考えるのか。せっかく会えたんだし、神原刑事に他に何か聞いておくべきことはあったかな。そのバイクのこと。あ、聞きそびれたんだっけ。聞く、そういえばバイクの件は何か分かりましたか。え、バイク、何のこと。あれ、佐々木英介が殺害された当日の夜、現場近くにバイクが止まっていたそうなんですが。あれ、言いそびれたのって誰に言いそびれたんだっけ。クゼ刑事から聞いてませんか。バイク、ね、君が忘れてるだけの可能性も高い気はするけど。いや、聞いてないな。そうですか。目撃されたのは死亡推定時刻の1時間後という情報だったので、もしかするとクゼ刑事の方で事件とは無関係だと判断したのかもしれませんね。うん、
でも情報共有くらいはしても良さそうなもの。さすがに無関係って判断するのには、まあ何か手違いでもあったんじゃない。先輩だって人間なんだしさ。いやー、なんか気に引っかかるねこれ、情報共有してないの。じゃあ俺は捜査に戻るよ。またな探偵君。上原に何か思うところがあるんじゃねえか、久世刑事は。はい、また。いやー気になるな、なんか今の。そろそろ日が暮れそうだ。今日の調査は切り上げた方がいいかもしれない。うん。ああ、なんで光ったの携帯電話。あ、電話帳。何、上原刑事、なんで。なんでかけた。いきなり電話をかけてみたけど出ない。まあそうだよね、なんだって思うだろう。まあそんだけだよね。事務所、事務所別に電話しなくていい。移動する。あ、あゆみちゃんパートか、これは。プラネットコーヒー、あゆみちゃんパートっぽいな。